伊勢市の瀬木寺で毎年7月7日に行われる日本三大護摩の一つ、斎藤大護摩法要は1200年以上続く真言密教の法要で、伊勢市民からは護摩さんの呼び名で知られています。午前7時、本堂前に山伏姿の修験者20人が洞貝の根とともに集まり、日本刀で場を清めて一番護摩法要が始まりました。訪れた参拝者らは願い事を書いた護摩木の先端を燃やし、1年の無事を祈りました。この護摩木は玄関先などに飾ると魔除けにもなるということです。護摩法要は午後7時半まで7回行われます。